オドルフォさん、帝国に手を貸してはダメだ。誰だ。申し訳ありません、村の子供でしょう。後できつく申し渡しておきます。ほら小僧、あっち行け。今大事な話をしているところだ。聞いてください。僕は帝国のネロ軍務官の使いで来ました。帝国の街中に力を貸してはいけない。行くぞロドルフォ。はい。小僧、わけのわからんことを言うな。ネロ軍務官などとどこで覚えてきたんだか。潔と言ったか。遅かったね。残念だがもう手遅れか。ロドルフォ、置いていくぞ。お待ちください。取り付く島もないわね。まいったな。とにかく話を聞いてもらわないと。どうしよう。もう一度あの屋敷へ行ってみよう。屋敷なら少しは落ち着いて話を聞いてもらえるかもしれない。屋敷には結構な数の兵がおったぞ。忘れたわけではないだろう。分かってる。今度は正面突破だ。ここは無理してでもやらないと。久しぶりに人暴れしようかしらね。何か軍務官に拾われたって話本当だったみたいだな。こんなところに何の用だ。ロドルフォさんに会いに来た。通してもらうよ。無理な相談だな。ヒューズ様に誰も通すなと言われている。帰れ帰れ。力ずくでも通るよ。悪いけど急いでるんだ。詐欺、あやつら追ってくるぞ。このまま突っ込んで挟まれてもかなわん。追ってくるならやるしかない。みんな行くよ。刀に力を。ほっ、これは痛いわね。刀に力を。痛いわね。せい、時間の無駄だったな。なんだ、下が騒がしいぞ。何かあったのか。新手か。今の騒ぎで気づきおったな。騒ぎやるか。無理してでもって言ったろ。当然やるさ。ちょっと、この館の全員とやり合うつもり、暴れるにも程があるわよ。ひとまず隠れましょう。門番が、どういうことだ。侵入者か。暗黒部隊の兵士を倒すなんて。とにかく部屋に運べ。俺はジャコモ殿に知らせる。
な。またあの子ついてる。俺はついてるぞ。とんだ感触だと思っていたが、詐欺、また貴様に会えるとはな。なんたる執念だ。盛りのついた上目猿でもここまでしつこくはないぞ。なんとでも言え。貴様を倒して帝都へ戻る覚悟しろ。を詐欺また負けたのか。相手が精霊付きだからか。バカな。力だ、力が欲しい。人を超越する圧倒的な力、全てを引き換えにしてでも。何がここまでさせるのかな。少しかわいそうだよ。自分に何ができるか必死に探しているみたい。かわいそうなんじゃないな。僕羨ましいのかも。詐欺、目的は別にあるだろう。行きましょう、詐欺。どこから入った。警備はどうした。ジャコモは何をしている。押しつけ。取って食ったりはしない。ロドルフォさん、改めて僕はサギと申します。軍務官ネロの使いで来ました。軍務官だと。証拠はあるのか。この通信装置で軍務官とお話しいただけます。貸してみろ。詐欺君と言ったね。話は大体分かったよ。非礼を詫びよう。いえ、それには及びません。それよりなぜ街中に協力するのか聞かせてください。先走っているようだが、私は奴らに協力するつもりなどないよ。どういうことですか。私の目的は奴らの金を絞り取ることだ。私には金が必要なのでね。
勝手なやつだな。その通り。これは私の勝手でしていることだ。君たちは帝国から来たと言ったが、この国を見てどう思う？主な産物は牛豚とヤマリンゴ。決して安定した生産物ではない。早い話、遅れているだろう。その上、この国には指導者がいない。この国を安定した国へと導くため、誰かが立たなくてはならないのだ。大した演説だな。それで巻中に飛びついたか。逆だよ。他国の干渉を受けないために私が指導者として立つつもりだ。そのために金が必要でね。秋なんとかってものは金をもらえば知らんぷりの予定さ。私はこれでもこの国で生まれ育った人間だ。帝国の奴らの好きにはさせんよ。信じられるかい？ロドルフォさん、信じていいんですね？信じてくれんでもいいさ。この国の領主になって美味しい思いをしたいのも本音だからな。ヒューズ！残念だよ、ロドルフォ。お前はもっと賢いやつだと思っていた。おお、これはこれはヒューズ殿。聞かれてしまったなら仕方ありませんな。サダルスードを貴様たちにいじらせたりはしない。この国は私が守る。威勢よく吠えているな。お前は指導者の器ではない。後で汚れるだけだ。何？巻中の準備は済んでいる。そういうことなら、こちらも好きにさせてもらおう。サギ、ヌンキへ来い。面白いものを見せてやるぞ。見て、サギ、巻中が始まってる。グム官、サダルスードの巻中が始まっています。ロドルフォはどうした？ロドルフォさんは巻中に反対なのですが、ヒューズが強引に始めて。力ずくでも止められないか？やってみます。ただマキナアルマの投入が予想されます。その時は止められる自信がありません。グム官、そちらからの援護は期待できませんか？バールハイトの勢いが強くてな。私も思うように動けない。軍務官として情けない話だが、君たちに期待するほかない。わかりました。なんとかやってみます。すまない。よっ。
力をこれでいい。一方的すぎるな。